どうもおはようございます、おはようございます、こんにちは。今回も前田慶次のショーラストですね。第5章川中島腕試しをやっていくぜ。楽しみだな、楽しみだな、おめえら。士官を申し出た慶次に上杉謙信は一つの条件を出した。あ、そうね、前上杉謙信のところに置いてくれとかって言ったね。上杉軍と試合し、これに打ち勝てというのである。戦人たる者、試合の申し出を前に引けぬと、刑事は腕試しの場、川中島へと向かった。おお、晴れ舞台ってか。いや、手加減はできねえぜ。最終は川中島腕試し。ド派手にやらせてもらおうか。声かっこえ。ド派手にやらせてもらおうか。やって、かっけえな。マジかっけえな。で、ですね、今回はですね、返し槍ということで、炎いらんけん攻撃にしたい。で、下駄をですね、松風にして音量を、読みにし、でいきます。よし、ラストだ。ラストだぜ。貴様が何人か。それを見極める。勝ち目はねえ。だが、それでこそ面白い。これぞ戦の花よ。かわいそう。刑事を軍に入れるかどうかの戦いで。お、ちょ待て。一世一代の松風置いとるやん。え、それいらんやんじゃん。敵武将を全撃破。いけ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 。男を助けるってのは。お、孫一来てくれた。孫一愛してるよ。ありがたいが、あれ、これは俺の戦だ。ふざけんな、助けてもらえ。一人願おうか。なめんな戦。家臣を引き入れた。ああ、弓矢だ。鉄砲隊か。貴様を信じる者を守ってみせよ。最下衆の力、お見せするぜ。遅いんよね、立ち上がるのが敵で。なんなんこいつらマジで。なんなん。あ、俺の馬は。あんたばっかりいい格好はさせられないぜ、刑事。お、雪村も向かっとる。それまでに善光寺の敵を消滅する。ここか、ここやん。善光寺ってここやん。いい腕してるみたいだな。敵将撃ち取ったぜ。で、あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。オッケー、倒した。刑事殿、長篠でのご恩、ここでお返しいた。めちゃ熱いやん、めちゃ熱いやん、今回の戦い。奥にも来た。よく来てくれたね。お供のご苦労。お供じゃねえ、伴侶って呼べよ。伴侶？お前ら付き合っとんか。マジで。え、こいつら付き合っとん、送りと五右衛門で。敵将撃ち取ったぜ。お決まりやす。刑事さん、どこだっけ。はいはい、こっちこっち。おいおい、近い敵に囲まれてるぞ。ねえ、じっとしててくれよ。刑事、
それだけは許さねえ。ゴエモンより先に奥にを救出。なんかもう嫌だ。もうこいつらうっとい。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。待って、僕に助ける。よしよしだ。よし、助けに来たぜ。刑事様、もう君。マジか。お前なんかふざけた武器持っとんな。なんやその武器、傘って。傘？お前戦場を傘で乗り切るつもり、すげえな。ある意味お前が最強なんじゃないか。傘で乗り切れてしまうやろ。強っ。俺のがどこ行った？あれ、俺のがどこ行った？この程度の敵に苦戦しよって。来た。相変わらず元気のいい坊主だね。やばいやばい、刑事の人柄がもう。よし、今のうまい。今の脇に、今のうまかない。脇腹を塗って裏を取った。打ち取ったぜ。よし、あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。すまんな。真田の軍略、天下に決めて。この俺が負けるわけないだろ。見事な戦だ、ケイジ。この剣心自ら貴様を見極める。いよいよ真打ち登場ってわけかい。勝ち地も本気で行かせてもらうぜ。さあ来たけど、あの下のやつも倒したよね。なんか決まりやす。もう正宗が死んじゃう。待て待て、行く行く。待つんだ正宗、死ぬなよ。ちょっと待つ風遅いな。刑事重たい。刑事なんか体重重たい。集中して。俺様の強さ、見せてやるぜ。見せてやるぜ。しつこいわ。いけず。かい。日本美人ってやつか。日本か、でもこれ。なかなか手強いみたいだ。待てよお前ら、死ぬなよ。敵は手強い。油断するな。あ、完結だよ。それだけは言っておいてやるよ。されているか。ちょっと完結馬乗ってみたいな。そう、完結馬を。なんなんこいつ。どっちが早いの。いや微妙やな、どっちもどっちやな。大して変わらんな。よし、敵将を撃ち取ったぜ。強い人。あえぐなお前は。急にあえぐな、びっくりするやろ。耐性ない子供もおるんやぞ。そなたこそ天下に名高き強者だ。ありがとう。あーもうもう、なんでこれ弓兵とか鉄砲台に対して一発で落ちるわけ。あんなに人の、あんなに敵の槍とか我慢できるの。やっぱり飛び道具最強か。やばいって、完結も遅いな。剣心殿、俺の夫として戦人として勝負。どこ行った。どこ行った、あいつ。あいつどこ行った。いいたいだな。れ、こっちが攻撃かと思った。
盛り上がろうぜ。ほら。ほら。うわ、マジか。上杉謙信に伝えなかったな。よし、クリアしたー。強かったー。うわー、前田刑事、一世一代の大歌舞伎でございました。これであと信長が終わったら猛将で行こう。しんどかった。これが戦人前田刑事の力よ。これで信長が終わって猛将伝行こうぜ。あー、強いの来た。戦神楽絶対強いやんこれね。回収やり回収やり。よし、すげえな。よっしゃー、ラストや。なんで最後剣心なんやろ。強いだろう。俺を飯抱える気になったか。違う、イカれた連中さ、頼んでもねえのに何の得にもならんことに首突っ込んできやがる。オンベイシラマンダヤソワか。おい、どこ行くんだよ。まあ俺にはあいつらがお似合いってか。おろなーいよー、どうしたの。花は戦ばかりじゃないね。なんかいい話やなお前、最後の最後で。何がかわいそうってさ、こういうさ、なんか力試しみたいな戦でさ、命を無駄に削らされる兵士がマジでかわいそう。あ、奥に使えるようになったやん。あれ、奥にって無印出てくるの。あれ出てくるの。じゃあ全然まだまだ終わらんやん。なんやねん、俺信長でも終わると思ったわ。マジか。まあいいや。ということで、次ですね。どっちやろうかな。信長しよっか。信長って言ったし、ずっと。次、信長やって、その次に奥にやります。まだ誰か出てくるかわからんですけど、ちょっと、まあ、のんびりやっていきましょう。はい。じゃあ、そんな感じで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。